はい、こんにちは、まめと申します。グール実況プレイ続きからやっていきたいと思います。はい、なんだここ、安住の部屋に来たんですね。で、前回真実が分かりましたね。高志の存在、ね、高谷と高志双子だったんだけど、高谷の方は死んで生まれてきたっていうことで、で、それで永田がね、高志を完全な化け物グールにしちゃったんですよね。ということで、その写真には小学生くらいの可愛らしい黒髪の女の子と20代前半の白衣を着た男が笑顔で写った写真だ。これは安住さんとその秋山さんですかね。はい、安住さんはその秋山さんの養女だったんですね。はい、ということで、あとはどこに行けばいいんだ。手に入れたって言っても安住さんの日記と、あ、そっか、斧を手に入れたから、斧を手に入れたから、まあとりあえずなんか斧で壊せるところがあるんじゃないか。なんか赤いね、テープみたいなのが覆ってるところが多分いけるようになったんじゃないのか、これで、と思うので、どこが安住さんいるよ。話しかけていいのこれって。掃除中、今私、びっくりした、びっくりした、今殺されるかと思った、めっちゃ掃除なんか嫌な感じがする。ダメか、なんか武器を出してきたかと思ったじゃないか、ちょっと安住さん。ということで、こっちは何だったかな。あー、死体がね、もうなんか男か女かもわからないような死体があって、あれ、どこに行こうかな。うう、怖い、こっち側に、あー、そうだ、いやるるるる、危ない危ない、あんまり戦いたくない。どこだったかな。なんかね、確かにね、赤いね、テープみたいなのが張り巡らされた部屋がね、あったはずなんですよね。ちょっと探そう。ここはなんだっけ。あ、これここか違った、予想と違った。これで開けられる、えい、これでドアが動く。おう、やった、やったぜ。あ、あからさまに光ってる。そしてめっちゃいいものがあるじゃん。取れないの、取れない、これは取れない。じゃあ光ってるもの2つを調べるか。 A to Z とは、ちょっとそれ気になってた。我が国日本が、他の世界へ遅れを取りつつある今、画期的な研究を政府は早急に必要視たのだ。日本中の研究員たちへ向けて極秘に行われる計画があった。計画はこうだ。十数の研究を集め、その中から最も興味的、なんだ、画期的であり実用的なものを今後の日本の元として採用するのだ。採用された研究に関わった、者全員に生涯の保障、優遇という報酬まで出した政府。多くの研究員がプロジェクトを組み参加を申し出た。その中でも選ばれた26チーム、それが今後採用へ向け研究を開始するのである。彼らの研究はどれも独創的であり、また難解的なものでも難解なものでもあった。まずまずの成果に政府は大きく満足している模様。26チームの、研究課題が提出され、興味深いことを発見する。彼らの各プロジェクト名を並べたところ、それぞれ重なることなくアルファベットの26文字が使用されていた。それをもとに彼らそしてこの計画を A to Z と政府は名付けた。現時点で調査の結果、この4チームが特に採用への有力候補となるであろう。 F のプロジェクト、フレーム、G のプロジェクトグール、 M のプロジェクトマインド、 L のプロジェクトロジック、フレームグールマインドロジックが、これ以外のチームも今後大きく期待するので、あろうものもある。成功を願う A to Z 責任科学賞。そんな政府が動いてまでする研究とはなんてやつだ。これって永田の日記、マジで一回みんなを呼びに行った方がいいね。はい、みんなで永田の日記を見るのか
これめっちゃ公開処刑だね。読むよ。これにもしかしたら永田の居場所に関するヒントがあるかもしれないな。どこから読もうか。一番私的に古いものから順々に読んでいきたいな。現731部隊での貴重な研究をもとに、私は一つの発見をした。生物には細胞を作る因子があり、それに微弱な電波を加えてやることにより生物の体の一部を作り出すことが可能だ。またそれを応用すれば永遠に老いることのない体を保つことができるだろう。例の細胞因子の構図は我々の進化のプログラム情報が書かれた書物のようなものだ。少し手を加えてやれば我々が次の、種に進化できる日もそう遠くないであろう。自分に電波を与え続けた結果が今のあの永田か。今朝マウスで細胞因子による実験を試みた。マウスの背の、細胞に人間の耳を作り出す時と同様の電波を加える。するとマウスの背には人間の耳と寸分違わぬ物体が形成されていたのだ。実験体として、貧民街より食い詰め者たちを手配する。そして同様の電波による実験を試みた。一人の体には、ルルルルルごめんなさい、ちょっと指がエンターをしちゃったまあいいや。私の実験は、まあ、とりあえず成功したんでしょうね。私の実験は人体にでも可能なものなのであった。私は素晴らしい特殊な電波を発見したのだ。先日あの女が妊娠したと私に告げた。まさか60にして子ができようとは。永田60歳か。なんという奇跡とは起きるものだ。元気がいいですね。あの女が研究所からいなくなり1ヶ月が過ぎた。私の片方の子を連れてだ。あー、ここでじゃあ産んで出ていったのか。気がつけば私の体は例の電波の影響を受けていた。白かった頭は黒く変わり、瞳孔は猫のように収縮する。某日上には猛獣のようなものが獣毛のようなものが生え始め、爪は鍵爪に変化していく。完全に化け物だよね。そして背より背びれのようなものがなんだ迫り出し、生肉、新鮮な血液しか受け付けぬ体となっていく。あ、それがタカちゃんに受け継いでしまったんだね。こんなにぎっしり書いてある。やばいよこんなの。目をそらさずちゃんと読め。じゃあ次、古いもの。人であることをやめた時、私は進化の淵に立ったのだよ。そういえば秋山やダニエルの元同僚だったらしい。南沢と言ったか。私の研究を嗅ぎ回るような行動、少々目障りだがまあいい。やつが参加している F のプロジェクト謎、私のこの推敲なるグールの前では、グールにとって必要不可欠な研究、それは開発にも成功したのだ。私はこれを独自形成規制型人工知能と呼ぶ。これはその名の通りだ。人工知能に行動命令をプログラム化し書き込むことで、その、宿主の行動をこちらで決定することができるのだ。そしてこれは宿主の本来の脳からの命令を遮断することができる。これにより本来人間が行う、制御行動、理性というものを完全に取り外すことができるのだ。なんてやつだ。ほんと秋山は完全な失敗であった。しかしこの女、秋山の失敗の原因を突き止めた。このデータならば努めたか。私の屋敷をあえて一時的な売りに出してみる。使用人どもも驚いてはいたようだが、まあすぐどうでもよくなる。やってきたのは老夫婦とその娘、そして孫娘。かなりの高額でこの屋敷を購入したつもりである。老夫婦は共に痴呆症を患い、そしてその娘は少々ヒステリーの気があるようだ。ああ、日記で読んだあれか。ミナみたいな、ミナをおとりにして私は生き残るのよみたいな、そんな日記がありましたね。
その娘、老夫婦にすると孫娘だが、かなりの肥満児である。なかなかに癖のある連中だが、実験に参加してくれたようだ。参加してくれたっていうか、無理やり参加させたっていうのが正しいな。はい、ということで最新のもの、グールの実験は第1作第2作ともに失敗に終わったが、十分なデータになってくれた。そう、私は大きなことに気がついたのだ。何かの素材に使えないものかと取っておいたこの肉塊、もしかしてタカシのことか。そう、生まれていれば、ああタカシとあの女が呼んでいたな、なんていう言い方。早速成長させてみた。約2歳前後であろうか。やはり私の遺伝子を受け継いでいる。計画は順調だ。専用の人工脳を植え付けた。これにより体は成長しようとも脳は成長停止したままだ。子供というのは親の言う通りに動いてこそ可愛いものであろう。いやー、手を煩わせるのも可愛いけどな。遺伝子内の因子の狂い、それはお前の体にも受け継がれているのだ。時が経てばお前も変わる。そしてそこに何を見る。こんなことって信じられないよ。しかし永田の居場所についての情報は見つからないな。お前ほんと落ち着いてるよ。ケイスケ、その挟まってる紙は。あ、なんだこの紙。電算室、電算室の使い方だって。それってここに CD が一緒に挟まってる。電算室ってことはパソコンがあるんじゃないかな。その CD 見れるかもしれないよ。ちょっと待て。電算室ってこの屋敷にあるのか。ああ、あるな、確か。お前が動いてる間に俺もいろいろ動いてたんだよ。そしたらあれは確か1階だ。食堂のあるあの大広間を中心とするなら左の方だ。あの武器庫とは別の方向の方に。確かにそういう部屋を見たな。真っ暗の長い廊下があって、そのまままっすぐ行ったらパソコンのたくさんある部屋があった。じゃあさ、早速行ってみようよケイスケ。そうだな。この部屋にあったのはこれぐらいだし、中に何か重要なものが書いてあるかもしれない。ねえ赤橋くん、私も一緒に連れてって。大丈夫、足手まといにはならないから。鈴木さん、でもお願い、私も役に立ちたいの。少しでもこんなこと終わらせたいから。少しでも早くって感じかな。じゃあ僕も一緒に行く。え？あ、じゃあ私も。ともも？いいじゃんか。それに、なんか心配だし。ゆうたが心配だよね、ともちゃん。いいんじゃねえの？大人数ならさ。ま、少し頼りない気もするが、行ってくるか。仕方ない。行こっか、じゃあ。ほい。死ぬなよ。フラグ立てんなよ、お前。さっさと行けよ。頑張ってきてね。頑張るよ。ありがとう、アミちゃん。無事で、私お祈りします。あ、ありがとう。全回復。私がついていってやりたいよ。はい。いや、頼りないって言いたいのね。大丈夫だ。問題ない。行くわよ。そうだね。月江ちゃん。あ、間違った。弾丸補充じゃない。月江の純気パックか。はい。どれがいいんだろう。わかんない。リボルバー。よし。じゃあ行くぜ。とりあえず左側に行けばいいんだよね。左側？あー、下か。あ、口いなくなってる。っていうかさ、化け物いなくない？あ、いるわいるわ。ということで電算室に向かいましょう。この口って何なんだろう。触ってみていい？あー、やっぱり口は口だった。口がいる。いや、こんなに人数いるからさ、全然
大丈夫っすよ。口は笑っている。はい。ということで、ここかな？あ、違う。あ、違うね。どこだっけ？電算室。とりあえず、これかな？あ、違う違う違う違った。え？開かない開かない。隣か。隣なんか暗くて真っ暗でなんとかだなって言ってた気がする。だから、多分これだと思う。電算室、ここだ。おい。おい、真っ暗じゃんか。え？ごめん。私やっぱり一緒に行けない。どうしたんだよ、トモ。私さ、小さい頃から、その、暗いとこダメで、可愛いな、ちょっと。あの時は、あの暖炉の奥へ行った時は、みんなもいたし、それに私も怖かったから我慢できたけど。でも暗いとこ怖いな。そっか。じゃあ、ユータ、一緒にここで待っていてくれないか？え、僕が？あ、そっか。ユータは鈴木さんが好きだったんだよね。みんなのところに戻るのもなんだし、だからってここに友一人で置いておけないだろ。でも僕は鈴木さん。あ、なんでもない。わかった、ここで待ってる。じゃあ頼んだぞ。わかってる。すぐ戻ってくるからね、友ちゃん。浅賀くん。はい。これ大丈夫なのか？本当に真っ暗だな。何も見えない。鈴木さん？離れないでね。うん。俺の背中を必死で掴んでいる鈴木さんの手は震えていた。俺がしっかりしないと。そうだ、懐中電灯。これをつければ。でももし、何かいたとしたら、つけないで走り抜けた方がいいのかな。神崎が言ってたな。真っ暗の長い廊下の突き当たりにって。ここのことに違いない。うわ、どうしよう。私は、やだ、明かりつける。ごめん。明かりをつけよう。真っ暗の方が余計に危ないよ。うん。あ！ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って。綺麗な髪。安住みたい。ねえ、僕とお友達になってよ。いった。七瀬くん？僕の名前はたかし。よーく覚えておいててね。なんだって？君の名前知ってるよ。月絵。君すごく綺麗だから、僕のお友達になった後、僕の人形になって。怖がらないで、大丈夫。殺したりはしないよ。その邪魔な足と手を取っちゃうけどね。いや。鈴木さん下がって。また会ったね、ケイスケ。お前は一体、タカヤの。僕の弟がお世話になってます。行ってみたかったんだよね、こういうの。弟？タカヤは何も知らなかったんだけどね。僕たち双子なんだよ。お前何が目的なんだよ。目的？そうだよ、永田の、あいつの仕業なんだろ。お父さんを侮辱しているのかな、それって。目的なんてない。僕は友達が欲しいんだよ、高谷みたいに。ねえ、二人とも僕とお友達になってよ。ふざけんな。なんで？俺は鈴木さんを守る。お前なんかに守る。友達って何をしてあげれば喜んでくれるのかな。そうですね、大切な友達は大事に大事にしてください。そして友達が困っていたら助けてあげてください。そうして守ってあげてください。守るの？わからない。困ってんの？月江は。だからケイスケは
月を守るって消えた。一体何が。あいつすごく悲しそうな目してたよ。鈴木さん腕大丈夫？うん大丈夫。でも違う。なんだよあの爪。高谷くんが。信じられないよ、そんな話あるわけ。でも高谷くん無事だといいね。うん。キウスケ。だよ。なんだよじゃねえよ。なんで、なんで鈴木さんが怪我してんだよ。ユータ。浅賀くん。鈴木さんが怪我するなんて、なんでちゃんと守ってあげなかったんだよ。浅賀くん、違うよ。赤橋くんのおかげで。でも。キウスケが。友と一緒に残ればよかったんだよ。ユウタ、てめえいい加減に。ケイスケの顔もう見たくないよ。ちょ、死亡フラグ立てんなユウタ。浅賀くんのバカ。私のせいだよ。私が。友ちゃん、あいつらこんな時に何やってん。クソ。赤橋くん早く追いかけよう。うん。というところで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はともちゃんとゆうたを追いかけていきたいと思います。ではバイチー。